おはようございます。おはよう。よろしくお願いします。ありがとう、本当に。いや、まさか来てくれると思わなかった。いや、初めての新入生だ。本当ですか？うん。え、僕、頑張ります。いやー、ありがとう。いや、手が大きい、力もすごい。あれ、なんか見たことあるなと思ってたら、よくうちの道場来てくれてたよね。はい。うわ、君か。最前列でいつも見させていただいてました。ああ、はい。なんかこんなちっちゃい頃からね、見てくれて、うわー、はい、嬉しいな。10年前から見させていただいて、やっと年齢的に OK になったんで、ダメ元で出していただきました。いや、助かるよ。うちの道場はさ、はい、もう私一人だから、もう新入生っていうのは来ないかなと思っていたんだが、いや、お一人でシャドープロレスはすごかったです。去年のも、いや、見てくれたか。はい、ブレンバスターかけられてるところの、もうあれはすごかったですね。いや、見せちゃおうかな。いや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 、いや、でも、いやいや、ちょっとあれはね、はい、大技すぎてね、はい、あれで大怪我したんだ。実は あれからちょっとね、ブランクが空いてしまって。あ、確かに。すまん。だから私はだいぶもう限界側を迎えてるんだな。だから君には頑張ってほしいと思ってる。もしかして？その通りだ。実はいきなり初日でこんなことを言うのはあれなんだが、このマスクを君に授けたい。いや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 、君にお願いしたいんだ。いやいや、君しかいないんだ。君しかいないんだよ。いや、このマスクをかぶってくれないか。へえ、週末に試合がある。早いですね。週末？週末に試合がある。今週末ですか？どうしてもこの試合君に出てほしい。ちょっと待ってください。僕がこれをかぶってもうやるわけですか？その通りだ。僕まだまだこんなひょろひょろですよ。今だって今まで君はこのぐらいの年齢からずっと我が道場の私の一人プロレスを見てきてくれたじゃないか。はい、見ました。もう焼き付いてます。 お願いしたいんだ、このマスクを。1週間ですよね。1週間で僕できないと思います。無理ですよ。僕じゃ無理。君ならできる。君は見てきたんだ。そこまでして何か事情があるんですか？その通りだ。え、今回私は一人ブレンバスターを最後の大技として決める。大怪我をしてしまった。その通りだ。もう命を懸けて最後の一人ブレンバスターをやり遂げようと思ってる。素晴らしいです。見たいです。だとしたらやはり先生がこれをつけるべきです。僕は多分つけられません。だから、はい、その後、はい、君がこれをつけてもう一度立ち上がる。私はだから私が最初にこれをつけて、はい、一人ブレンバスターを決める。はい、でその後だ、はい、その後から君の出番だ。言ってることがわかるか？まだいまいちわかりませんけど。君はそもそも一人ブレンバスターという技がどういう技か知っているのかい？一人でですね、ブレンバスターをかける、うん、受けるを見事な連携で想像させながら、うん、まさにイリュージョンですよ。リングの上で繰り広げれるイリュージョン。全然伝わらない。え、一人ブレンバスター、もっとちゃんと説明してくれ。一人でブレンバスターをかけられる、かけられちゃう。以上です。ブレンバスターとはどういう技だ？ブレンバスターというのはですね、一人がこうしてういしょって一人を持ち上げて、一人がこう逆立ちのような状態にこうなって、その通り、でそのまま後ろにドーン、その通りだ、倒れ込むと。その通り。そうです。後ろから背中を打つ。そうです。その通りだ。はい、
これを一人でやるなんていうことは、はい、とんでもないことなんだよ。いやもうとんでもないことだと思って見てました。もうこの頃からもう10年間見続けてきました。一人でやる意味がわからないだろ。わ、はい、かりません。でもかっこいいんです。その通りだ。はい、私はこれに命をかけて人生をかけてきたんだ。はい、一度失敗してしまった。もう二度と失敗はできない。そう医師にも言われてきた。だとしたら僕はやはりこのマスクはつけられません。なんだって？先生は甘えを出してますよ今。僕が好きな先生はそんな先生じゃなかった。うまくできるかどうかわからない一人ブレーンバスターに、練習をしている夜中に雨が滴る梅雨の日、枯葉が舞い落ちる秋、そして寒空雪が降り積もる大晦日の夜、ここで練習しているのを僕はあそこの影から見ていたんです。そんな姿を君は見ていたのか。見てました。10年間見てました。だからどんだけ血のような汗をかいてここまで来たか知ってます。だからこそ先生にやってほしいんです。君がそう言うなら、はい、私はかぶる。しかしその後のことはもうわからないぞ。それでそれこそがプロレスです。先生かっこいいです。あとのことは、はい、知らんが、君がいる、はい、君が見ててくれる。頼んだぞ。はい。そして試合当日、うっちちちちすごい、相手役が見えるような、相手役が見えるような、一人プロレス、これが先生の10年間かけて。片寄せ君、はい、見るんだ。はい、カッチャン出た一人ブレンバスター。